こんにちはんでしたが、今日私たちが発展していくためには、回答についてよくあるご質問、当社炭素ナース、ビルトインコンローだから、ここに私のストーブの糸脂肪糸と糸ミニがあり、私はそれらのすべての間のほとんどの違いと、内視点について話すつもりです。それでは、最初のものから始めましょう。私たちの最初のストーブの糸脂肪、それは最大のものであり、またそれこのハンドルを持っているので、あなたはそれを好きに運ぶことができます。テントや何かの周りにそれを移動し、それは非常に強力であり、あなたは非常に寒い道の側にそれを使用することができますように。それはあなたが本当に吐くなります。私たちは本当に良い製品を提供することが本当に重要であり、これは私たちがイットとシュナ特徴のようなイット。インテントファット同じぐらい強力なので、インテントファットを使用している場合のように、フジュには同じぐらい硬くなります。同じ缶の直径及び同じ量の缶をここに持っています。私たちはインテントミニ最小のものを持っています。それは本当に私はこれらのストーブと比較して小さなコンパクトを知らないです。だからサイズについて、それは本当にイットとイット脂肪と同じようなものですが、それは燃料のためのボリュームサイズのためにそれがはるかに小さいので、それはサウナの外にマイナス10摂氏だとき、それはとても硬くないことができますので、それは下のサウナのような下のテントのために本当に良いことです。それは卒に来るだとき、すべてのホット魔界などチュンチャのように、しかし空に我々はイットやイット脂肪のような他のストーブを使用することをお勧めします。また我々はもう一つ、パイプの周りのストーブの上で星が落ちていないように本当に解析ですので、顔の上に水を過ぎ蒸気を作り、死が同じ場所にあります。多くの人が私たちに尋ねます。私はテントの中のする漏れを心配するべきですか？あなたがモルスを使うとき、私たちは何を言うことができますか？テントサウナ、あなたはテントの中の誰漏れを心配する必要はありませんが、あなたが長期的な生活のためのテントとしても留守を使用するとき、漏れが起こることができ、私たちはあなたのために何を提供することができます？3色で来る接着されたステッチで特別なレインカバー、あなたはあなたのために何を提供することができますか？あなたはあなたのために何を提供することができますか？アクイホツケと黒の他の人はモールステントを適切に雨かすにはどうすればよいですか？外が本当に乾燥していて赤かい場合はもだったままにしておくことができ、家でそれをロールアウトすることができます。そして数時間後、すべての材料が軟性され、木だった誰がちょうどなくなるので、それは乾燥していてそこに腐敗するものは何もありません。そしてまた問題はありません。市はあなたが知っているすべてを駆除することをお勧めしません。混乱、あなたがそれに使用したすべてのゴミ、あなたのテントを使用しておなった後、これはあなたが知ることができるので、これは腐敗することができます。それは本当に簡単に整形することができます。あなたのモールステントはちょうどのを使用します。スポンジでもあなたは多分あなたの好きなシャンプーのいくつかの匂いが好きなように別のシャンプーを使用することができ、ちょうどあなたがそれは本当に簡単だし、それは後で非常につらかに乾燥するので、あなたがそれ以上の質問がある場合、または多分私たちが他の人に試すためのアドバ、このビデオの下で私たちを書くこと、
自由にお電話または私たちに電子メールを書くあなたたちに感謝します。素敵なチームを持っている。